里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ今日はパワプロの日。はい、パワプロということで、はい、はい、ということでですね、はい、10月の31日に、はい、パワプロアプリファンフェスタに、はい、私出場させていただきまして、はいはい、いただきましたね。で、あの人とミニバトルというコーナーに参加させていただいたんですよ、はい、うん、まあ、そのね、いろいろあったと思いますけど、そうですね、しかもなんか今回、はい、そう、密着してもらって、うん、そう、密着動画があるみたいじゃないですか。そうなんですよ、ちょっとその様子ぜひ見ていただきたいと思います。はい、袴田さんの運命はいかに、どうぞ。おはようございます。おはようございます。いやー、いよいよですよ。いや、来ちゃいましたよ。来ちゃいましたよ、この日が運命の日ですよ、これは。なんか、うわー、いけそうですか。いや、練習はマジでやってきたマジでやってきたから、本気で頑張ります。頑張りましょう。はい、ちゃんと出ましたか。結構寝不足です。練習されてたんですか。いや、もう本当昨日深夜まで頑張りました。試験前の高校生がさ、はい、無駄に部屋掃除しちゃう現象とか分かる。分かります。私すごいそうだったんだけど、はい、昨日さ、夜の1時ぐらいからね、なぜかやったことない高校のサクセス始めちゃったの。へえ。今ミニバトルだろって感じでサクセスやって、なんかその後にまた練習をミニバトルもやって、やばい、もう4時ぐらいに寝た。緊張してたんじゃないですか。ドキドキしてた、本当に。なんかどうしようどうしよう、もう僕らも緊張して、岡村さんが卒業と考えたらもう寝れなくて。あ、そうですか。はい、もしダメだったらと考えたらね、うん、そうだよね、頼み、ね、うん、ますよ。岡村さん、新しいアシスタントの子を探してるらしいですよ。本当に。はい、え、本当になんですけど。本当に？もう探し始めてるらしいです。嘘でしょ。あ、佐々木さん、もしかしたらダメやと思ってるんじゃないですか。いや、それでも、それでもまだ探さなくない、普通。いや、もう声かけてましたよ。え、嘘でしょ。はい、もう言わんとこうと思ってたんですけど、赤村さんのモチベーション上げるために、見返すために、あえて朝から言います。え、私本当に卒業するのかな。はい、いや、見返しましょうよ、佐々木さんを。ちょっと里崎さん、白状じゃない。頑張るわ、見返すわ。いや、見返しましょう。いや、本当に見てるわ、里崎さん。では、改めましてご登場いただきましょう。本日のゲスト、袴田綾江さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。バトルスタート。アンドロメダ、どっちだ。これは正解です。なんで聞いちゃうの。わかります、わかります。おー、ちょっと待って、ちょっと待って、いましたね。あ、じゃあまずは、そうですね、普通のボールから勢いを殺して、あ、あー、楽しいですね。うまい。失礼します。はい、リハーサルお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、やりましたね。ちょっと私上手くなかったですか。めちゃくちゃ上手くなってました。本当に、さっきリハーサルで最高記録出た。おお。本番強いかもしれない。いけそうちゃいます。うん、結構バントがうまくいったから、バントうまくいけばいける気がする。いけます。うん、うん、はあ、今ちょっとねテンション上がってる。いいですね、このままいきたいですね。ほんと、里崎さんをギャフンと言わせようっていう。いや、見たかっていう。あの V でもちょっと笑顔でしたもんね。ね、うん、いや、卒業してほしいんかっていう。本番頑張りましょう。はい、頑張ります。ちょっともう、本番までもっと練習します。もっと練習するんですか。するする。いや、しすぎると良くないかな。せっかくだったら根本さんにアドバイスもらいに行きません。あ、え、もらえるかな。い、行ってみません。え、行く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 。アドバイス多分もらえると思うんですよ。そうだね。え、もっと点数伸ばそう。もっと点数伸ばそう。もう聞きに行きましょう。行く。すいません、失礼します。あ、リハーサルありがとうございました。どうぞ、ありがとうございました。ありがとうございました。
めちゃくちゃうまかったです。本当ですか？はい、もうバンズとか1級は落ちてしまったとは思うんですけど、はい、しっかりと5万点弱で出たんで、まあ、本番も大丈夫だと思います。あ、ありがとうございます。はい、でもあれ練習以上によくできたんですよ。あ、そうなんですか？そうなんですか？はい、なんかもうちょっと上手くなるコツとか教えていただきたいなと思って。なるほどですね、はい、おそらくですけどもうしっかり使われると思うんですよ。浜田さん自体の技術はちゃんとしっかりされてたんで大丈夫だと思います、はい、とにかくあの場に座っておそらく緊張するし、あとは手汗とかこう自分の中で意識してない緊張感って絶対あると思いますので、はい、まあ、そのあたりをこう落ち着いて、まあ、こう里崎さんの顔をこの辺に思い浮かべていただきながら浮かべてるのがいいと思うんですよ。おそらくうまくいくんじゃないかなというふうに思います。技術的なことで言えばやっぱり一番初めのヒットチョイス級に関しては、はい、右左の内訳というよりはもう的を大きく外していたので、はい、まあ、まずはそのしっかりと球が来た時にミートするっていうのが大事かなというふうに思います。引っ張るともう絶対当たんないんで、もう引っ張りすぎると。そうなんですよね。ただ真ん中こうなんでしょう、球が来てバットの軌道がまあ真ん中にこう当たるようにして、はい、中心センター中心にこう当てる意識の方が大きくは外さないと思うので、まあ、そうした方がいいと思います。はい、じゃあもう正解不正解というよりはもう的に当てるのも意識まずそこは大事ですね。あ、そうですね、はい、僕もできる限りはサポートしていきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。失礼します。はい、お疲れ様です。浜田さん、はい、いよいよ本番ですよ。もうそんな時間か。もうそんな時間ですよ。今ゆっくり告知文なんか作ろうとしてた。どうですか今心境。なんかやることはやったし、はい、練習も結構頑張ったのでリハーサルも良かったじゃないですか。良かったです。だから結構自信はあるんですけど、でもやっぱ本番になったらなんか手震えるんじゃないかとか、なんか本領発揮できなかったらどうしようとかも不安もあるので、なんかこう自信と不安がこうなんかこうなってて、今もうあんまり考えないようにしようって思って、もうなんかこんな感じ。中間さん、はい、佐々木さんによく言われるじゃないですか、緊張は何でするんですかって。自信がないから。そうだ、自信あるつもりなんですよ。そんな浜田さんに、はい、緊張しないように、うん、里崎さんから、うん、サプライズのものを預かってます。本当に？本当です。サプライズ？はい。え、なになに？アシスタント交代。いやいやいや、それは罰ゲームや。そうですね。え、なになに？本当に？どうぞ。え、なにこれ？ありがとうございます。え、本当里崎さんから？里崎さんからですよ。本当に？本当です。これそっと渡してほしいって、本番前に渡してほしいって。え？はい。お守り？え？え？お守り？え、里崎さんありがとうございます。え、なんかすごい嬉しいんだけど、はい、卒業させたいのか頑張ってほしいのかどっちなのかっていう。どっちなんだい、本当に。里崎さんらしいですよね、でもね、そういうところが。そう、だってね、卒業って言って笑ってたからね。そして。ね、でもありがとうございます。いや、でも、そうですね、お守りのこの効果も発揮させて、頑張る。え、本番持ってっていいのかな、これ。いや、持っていきましょうよ、せっかくだったら。そうだね。はい。かわいい。里崎さんをスタジオに連れて行きましょう、里崎さん。いや、なんかこう、なんか、ちょっとうるさい。もう里崎さんはもう考えないようにして、はい、もう自分に集中してもう頑張ります。10月29日の動画でも、うん、視聴者の皆さんからの熱いコメント、うん、たくさんのいいねがいただいてましたので、ね、皆さん応援してますよ。はい、皆さんありがとうございます。本当皆さんの期待に応えられるようにも、まあ、自分自身のためにも里崎さんのためにもね、頑張ろうと思います。はい、本番期待します。頑張ります。ちょっと緊張してるんじゃないですか。怖いじゃん、まだまだあるから。いや、なんか緊張してますね。
はい、いよいよ始まりましたパワフルアプリチャンピオンシップ、そしてパワフルアプリファンフェスタではありますが、はい、今年はオンラインと。そうなんですよ、初ですよね。初めてですね。ちょっと我々もドキドキワクワクしておりますけれども、はい、今年のパワちゃんはこのパワちゃん予選大会ファーストシリーズを皮切りに12月そして来年の1月と3回開催する予定となっております。まずはお一人目、大人気 YouTube 里崎チャンネルでもおなじみ袴田綾江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めましてご紹介しましょう。フリーアナウンサーの袴田綾江さんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。見てますよ、私も里崎チャンネル。見てます。里崎さん、いつも実況と解説でね、お世話になってるんですが、はい、あのいつも言いたいことズバッと言うし、優しいんですけれども、はい、我々に与えるハードル高くないですか？そうなんですよ、結構今回もものすごく重いミッション課されてるんで、めちゃくちゃ楽しみなんですけど、緊張も今日してます。今回里崎チャンネルとして袴田さんを送り込むわけですが、まあそうなんですよね。まあでも、まあ、勝負事なんでね、まあ、出るからには成績を残してもらわないといけないし、まあ残してもらいたいなっていう気持ちもやっぱり里崎としてはありますよね。今回の目標は目指せ3種目合計10万点です。でももしこの目標をクリアしたらご褒美あります。ご褒美はなんと里崎チャンネルとパワプロアプリコラボ企画が発動している木曜日に里崎チャンネルではなくてタイトル名を袴田チャンネルにします。これがもうご褒美です。だから袴田さん頑張って週に1回木曜日パワプロアプリコラボ動画を袴田チャンネルにしましょうね。ただご褒美だけではないんです。ご褒美があるということは罰ゲームもあるということで、もし仮に3種目合計で10万点達成できなかったならば、里崎チャンネルアシスタント卒業。いやーもう残念ですけども、僕も心苦しいところですけども、嫌なんです、涙が出ます。でも仕方ない、10万点いかなかったら里崎チャンネルのアシスタントは卒業というところです。だから何としてでも里崎のためにも袴田さんのためにもですね、何笑っとんやっていう話ですけども、あの10万点絶対クリアしてください。そして参加している皆さん応援してあげてくださいというところで、笑いすぎですね。袴田さん頑張ってね、卒業しないように、練習の成果を見せて10万点取って卒業しないでね。ちょっと笑いすぎじゃないですか。アシスタント卒業って、いやびっくりしましたね。まさかの卒業がかかってるから、まあ、でも一方で超えたらチャンネルゲットですから。そうなんです。まあ、ご褒美はすごい嬉しいですけどね。そうですね、まあ、里崎さんからなんか今日お守りをいただいてきたんで、おお、もうこれを持って頑張ろうと思います。さあ、それでは袴田さんの対戦席スタンバイお願いします。はい、とうとうですね。緊張しますね。いや、こっちも緊張しますね。想像以上に結構ドキドキしてます。壇上っていうのは魔物が住んでいるとよく言われてますね。どうなるんでしょうね。跳ね返すことができるのか。それでは参りましょう。あの人とミニバトル野球勝負ヒットチョイス9、いきますよ。バトルスタート。さあ、これはクイズに、ね、答えるという知識問題でもありますよね。そうですね、ここは正しい知識がまず必要になるというのと、あとはまずは的に当てていただくことを意識して、そこからクイズの方を意識していく。あ、違うよ、もうちょっと、こっちって思ったのになんで。さあ、戸惑っておりますが、怪しいですね、どっちでしょう。よし、あ、いいですね、バッチリナイスです。こうやってね、的の中に入ればプラスでターゲットボーナスが手に入るというので、ここで得点を重ねていきたいですよね。そうですね、ど真ん中一回見たいですね。やったー、どうしよう、引っ張るのが本当に難しいですよ。わかる、引っ張りの持ってないですか。私も引っ張るんですよ。早めにパッドを振り出すってことが引っ張る方法に関してはまあ大事かなというところではあります。さあ、これは大丈夫じゃないですか。意外とサイズとかってどっちだろう、もう男性なのか女性なのかもあったりするので、まあ、そのあたりもしっかりと勉強されてきてるんじゃないですか。
実は私はお姫様になってほしいストーリーを強くなるようただあのいたあーあ惜しい惜しい意識は意識はできますよね今ね多分ホームラン入ったんでプラス点のタイムじゃないですかあ、ドライバーがいっぱい来てるよ。いやー、左でしたね。残念の野手ですよ。さあ、ヒットチョイス級結果は2,954ポイントとなります。それでは参りましょう。あの人とのミニバトル野球勝負スピードマッチバトルスタート。さあ、これはあれですね、3種類のちょっと邪魔な球が出てくるところが、ジャンプ、ロックな、そして回避する球、3シーン、球ですね、合計で特殊なシーンが来ますので、そこをうまく処理できるかがポイントになるかなというところです。まあ、こういうやつですね。ナイスです。そしてコンボも繋がってますね。そうですね、10コンボなので今のところパーフェクトですね。あ、いいですよ。素晴らしい集中力。しかしね、大種目でちょっとミスがついてしまった分、ここでしっかりと。それはわざとほらプレッシャーかけるから。お口チャックはどこ行ったんですか。視界なんですよ。でもしっかりとリカバリーしてコンボを投げてますよ。しっかりとその段階でもね、パーフェクトを出してるっていうのはすごくいいことだと思います。しっかりとジャンプも変えられてました。ここからもう一度つけ直しましょう。ですね、まだ5球残っております。点数はしっかり出ているので、はい、このペースで全て補給できればいい点出てくるんですね。さあ、残り1球動かないということで、スピードロックの点数は2,280ポイント。思わずうなずいた袴田さん、これどうですか。まあ、この球は近いなと思ったので、ここは目標クリアかなという感じ。素晴らしい。バトルスタート。さあ、まずは普通の球ですね。ここにうまく寄せるか。あー、ギリギリで寄せましょう。点数は入っている。あー、おっと、これはこれはどうしたでしょう。なんとさあ、これはなんとか出ない。上がって、あ、いい、これはマジですね。素晴らしいですね。さあ、ここからはバンドボール、いかに手を殺せるかというか。あ、これはいい感じで転がってますね。さあ、ラスト1球、こっちまで緊張してますね。あ、緩いかな。これはいいぞ。先生は3,7189ポイントということで、合計ポイントを見てみましょう。見てみましょう。思いました。思った。本当にヒットチョイスが全然
し、はい、あのバントの初球ってもう私練習では旗ぴったりに大体つけるのなのに、あーやばいゼロポイントになるみたいになったし、でも本当にしかもさ鉄球もさ1球目入んなかったじゃん、はい、もう私もう終わったって思ったの本当に。で取り戻した、スタッフみんな思ってました、思ったよね、はい思いました。いやーよかった本当に、結構もう計算出るまで本当にあれどうなったってなったもん。いや意外とねノックはね調子よかった、よかったですね、うん、ノックよかった。佐々木さん、なんて言うか楽しみですね。ね、次のアシスタントに断っといた方がいいですよ。ごめんねって。もう探し始めてるらしいですけど、ね、ごめんねって言っといた方がいいですよ。この後のコメントが楽しみですね、佐々木さんの。そうですね。やりましたイエーイ。あ、本番で、三鷹里崎とかちょっと呼び捨てしちゃってごめんなさい。本当にテンションが上がりすぎちゃいました。ゆっくりと休んでください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、ということで。はい、見ました？いや、まあまあ見ましたよ。今ね、見ました。でしょ？ちゃんと。すごいでしょ？そうっすね。あんな、うまかったでしたっけ？いや、あの、練習してもなかなか10万点って出ないもんなんですよ。うん、7万とか8万だったんで、うんうん、いや、これ本当にまずいかもって思ってたら、うん、やっぱ本番に強いんですよ、私。1万ですか。今日、やたら嬉しそうに来ましたもんね。見たかと。やってやったぞ、みたいな、うん。いや、もう、これでも約束ですからね。約束？はい。ありましたっけ？しましたよね。あれですか？あれです、あれです。この木曜日の、はい、パワプロ動画を、はい、袴田チャンネルにするっていう約束。はい、行ったんですよね、10万で。インチキなし？ 1 回で。見たじゃないですか、今。編集されてないですよね。一回で。私はそんなことしませんよ。証人もいるんですか、ちゃんと見てくれた人は。もうあのスタッフさんとみんなが証人ですよ。そうなんですね、はい、じゃあまあそういうことで、じゃあ、はい、10万点いったんで、はい、じゃあ来週から木曜日の佐々木チャンネル、はい、パワープロ、うん、袴田チャンネルとしてやっていきましょうか。イエーイ。約束ですからね、はい、だからじゃあジングルてれてててててサタデスチャンネルが、だから袴田チャンネルになるっす。かっこいいてるんですか、私も。ちょっとピンクにしましょうか、青のところをね。お願いします。作ってもらって、はい、スタッフの皆さんに、あの、まあ、言うんで、袴田チャンネルって言うんで、うん、まあ頑張ったんでね、はい、じゃあ皆さん来週オープニングぜひ期待してください。はい、袴田さんおめでとう。